こんばんは。今日めちゃめちゃ可愛い元男の子の青木かのんです。可愛くないですか。今日今回はですね、タイトルにはないかもしれないんですけども、青木かのんこれから YouTube を頑張らないけども頑張りますっていう宣言動画を今から話していこうかなと思うんですね。でお前何言ってんだ、頑張らないのに頑張るって日本語おかしくねえかっていうことだと思うんですよ。それをちょっと話していこうかなと思うんですよね。厳密には頑張らなくなるんですよ。でも頑張るんですよ。はい、まずですね、今私はこう YouTube に毎週3回投稿してるんですね。週3投稿は私は今満足してないんですよ。めちゃくちゃ満足してないの。もともと昔週6からもうほぼ毎日週7投稿とかしてたんですよね。それがだんだんと、私のちょっとまあ自意識過剰な部分もあるかもしれないんですけど、だんだんこう登録者が増えてくるにあたって、もっとクオリティ高くしたいなみたいな、もっとかっこつけたいなっていう感じで、編集を例えばなんだろうな、もうちょっとテレビっぽくその字幕を全部びっしりつけたりとか、起承転結みたいな、起承転結慣れてなかったら申し訳ないんですけども、もう私としてはそういうスタンスでガチッと YouTube っていうよりかはテレビの介護官になりたいみたいな、そういう感じで変にこう完璧主義モードがなんかこう悪さをしてたんですよね。だから週6、7投稿からだんだん週3投稿みたいな感じになっちゃったんですよ。それを私は変えたいっていうことで、なんで変えたいかっていうと、私も疲れたんですよ。あれですよ、誤解しないでください。YouTube に疲れたっていうんじゃなくて、そうやってガチッとなってしまってる私に疲れたんですよ。もっと私は楽しみたいの、 YouTube を。じゃあ楽しめばいいじゃんっていうことなんですよ。だから楽しむために今私は宣言してるんですよ。わかる？じゃあ青木お前どうするんだーっていうことなんですけども、まずですね、今まで通りのスタンスを貫きます。がっちりした私にとってのもう 100% の濃縮青木カノン動画を出すんですよ。それはもう変わらない、変えられない。だから週3はガチッとやります。ただそこにプラスアルファ2本増やそうかなと思ってます。トータル青木カノンの YouTube に配信される動画は週5本ってなるわけですよね。今よりプラス2本されるってことです。これは私にとっては朗報なんですよ。じゃあそのうちの増える2本のうちの1本がどういう動画を出すかっていうと、めちゃくちゃ手抜きの動画を出そうかと思ってるんですよ。いい意味で手抜きっていう意味ですよ。勘違いしないでくださいよ。青木カノン血迷ったかってそういうのじゃないですからね。昔だったらプッチンプリン食べてみましたみたいな動画を出してたんですよ。それ今やったら大変なことになってしまうわけですよね。前までの私のスタンスだったら、昨日までの私のスタンスだったら大変なことになるわけですよ。そういう動画を出していこうかなと。でもそこまではいかないけど、例えば内容はちゃんとしたいと思うんですよ。ただ編集を緩くすることでもう少しその YouTube の楽しみ方を伝えられるのかなって思ってて、結構私ってプライベートよく不思議って言われるんですよね。友達とか事務所のスタッフさんとかにも、カノンさんのプライベートやってることを絶対動画にした方がいいですよみたいな、なんでしないんですかって、もったいないって言われるんですよね。そういうところを映せばいいじゃないですか。ただ昨日までの私のスタンスだったら、いやいやそんなんだって動画として起承転結なってないじゃんって、それ出したところで視聴者の満足してくれないでしょっていう感じで、いやいや却下ですっていうスタンスだったんですけども、今こうやって YouTube 見てる人って多分テレビっぽいことを見たい人じゃないと思うんですよ。ただ私はもともとテレビに憧れがあった人間だから、いやいやいや YouTube なんてみたいな、 YouTube やってんのにちょっとこうなんだろう、車に構えてたんですよね、 YouTube のことを。だから編集をがっちりやったりとか、まあ、しがちだったんですけども、やっぱり YouTube っぽいことを忘れたくないなっていう、まあ、一 YouTuber として。なので今までだったら、おいおいそんなの動画にしねえよっていうことを週1本やっていこうかなと思います。それがタイトルはこちら、ポン、青木かのんのほのぼの劇場っていう、今ここに多分ロゴが出てると思うんですけども、これから週1本は青木かのんのほのぼの劇場ミニっていうのを出そうかなと思います。よくない？これいいなと思ったんですよね。だからね、こう YouTube をやっていくうちに、まあ、私の悪いとこかもしれないんですけども、なんかお高く止まりたがっちゃうみたいな、ナルシストなんですよ。お高く止まってるつもりないんですけども、多分根本がナルシストだから、 YouTube やってる人ってナルシストか。自分をよく見せたがっちゃうんですよ。だから編集とかでも、本当だったら見せた方がもっと私のこと知ってもらえるのに、あえて見せずにかっちりした部分だけを見せたりとか、
まあ、そういうことをやってたんですけど、オキカノンのほのぼの劇場ミニ動画の方はそういうのは極力カットせずに、もっと皆さんに私のことを知ってほしいなと思い、週2本増やすうちの1本はそのミニ動画にしたいと思います。ほとんど字幕とかは入んないと思います。よろしくお願いします。あともう1本増える分に関しては生配信をやりたいなと思います。生配信この前やってみて、ほんと久しぶりにやったんですよ。それまで生配信ってやっぱり私結構失言が多いんですよね。普段 YouTube で編集された動画出す時って失言を大体カットしてるから、もういいとこだけが見せられたから良かったんですけども、事故なくて。生配信やっていく中で視聴者さんとこう話すのがめっちゃ面白かったっていうか、むしろ視聴者さんのコメントのおかげで私の素が出してもらえてるなって、楽しかったんですよね。それまで生配信はあんまり好きじゃなかったの。やっぱ安っぽいと思ってたんですよね。これもあれなんですよね、ちょっとお高く見せたいっていう潜在意識があるから、いやこれでこそエンターテインメントだなって思ったんですよね。安っぽいってなんかあれかな、やばいかな、怖いかな、それこそ失言かもしれないんですけどね。こういうのが失言なのかな、わかんないけど。なんで私はこうやって安っぽく思われたくないっていうことを強調するかっていうと、昔その脇役としてこうやってテレビに出させていただいてた時期があったんですけども、その頃にやっぱりすごい業界の人に足元を見られるっていうかっていう感じですかね。もしかしたら私の今回のこの新しいチャレンジは今の時代と逆行していくと思うんですよ。今ってもう芸能人の方とかいろんな人が YouTube 参入してきて、もう本当にテレビみたいなことやってるじゃないですか。私もそれに習って右に習いして一緒にこうしがみついていきたいなっていう気持ちもあるんですけど、もう正直実力差がありすぎて、私は多分別のところのステージ戦った方がいいなっていうか、私ができることを全力でやるしかないなっていう感じに最近なって、なのでこういう感じであえて頑張らないけども頑張るっていう選択を取りました。ぜひですね、皆さんの意見を聞きたいので、よかったらコメントしてこういうことをしてみてほしいとか、もしあればぜひ下に書いてください。ということで今回は青木かのんの重大な宣言動画を公開させていただきました。今回の動画が少しでもかのんちゃん頑張ってって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、あ、Twitter 私公式アカウントゲットしたんで、よかったらフォローしていっていただいてもいいですよ。あ、もう面白くない、いや普通にします。 Twitter、Instagram、TikTok、LINE 公式アカウントもありますので、ぜひ画面の下からフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。